久留米市の小学校の児童が外国語授業の一環としてパソコンを使ったオンラインでの海外旅行を体験しました。Let's go to Australia! 久留米市では今年度から小中学生にパソコンやタブレットを使った ICT 教育を進めています。今日は久留米市の京町小学校の6年生37人がオーストラリアゴールドコーストのハンバーガーショップやお土産屋さんなどをバーチャルで訪れる海外旅行やホームステイを体験しました。日本とオーストラリアの違いがあっていいなと思います。オーストラリアに行ってなんか英語を学びたいなっていうのは思いました。生徒たちは実際に現地にいる人に質問などをして海外の雰囲気を楽しみながら英語を学びました。